どうもんちゃー、スレオシグです。今回はゼータガンダムの変形中のうねり、そして変形メイン変形ハイメガのね、曲げ打ちの仕方について喋っていこうかなと思います。ですのでいつもみたいなね、実況目の動画ではなく解説がメインになってきますので、まあそこら辺ね、そっちの上で楽しんでもらえれば幸いでございます。はい、まあ、ね、俺もね、たまにはこういう解説動画やってみたいんだよ。かっこいいじゃん解説って。まあなんですけど、持ち期待外でね、あんまこういうことできないんで、まあたまには許してください。はいはい、じゃあ早速ね、変形中のうねりについて喋っていきましょう。そのうねりとは何か、まあまずここで一回見せるんですけど、これは変形中のうねり打ちですね。はいはい、これが何かと言いますと、うねりっていうのがね、いわゆる変形中の上下移動、まあ上昇下降ですね。上昇だったらブーストボタン1回、下降だったらブーストボタン2回することで、まあ上下に動けるんですけど、そこにさらに、左右の普通のね、レバー入力を加えることで、かなりグニャグニャ動く動き、これを俺はね、うねりと呼んでいます。はい、でね、このうねりが何が強いかと言いますと、まあ皆さんになぜおすすめしたいかと言いますと、一つはね、まあこの上下移動、まあ左右移動はね、まあ皆さん使ってると思うんですよ。変形機使う上で。これやんないとね、まっすぐしか行かないからね。はい、このね、上下移動を使うことのメリットの一つとしては、射角が広がる。あの変形機の変形面を打つ上で。非常にね、下にいる相手、そして上にいる相手にも食いつきやすいと。変形面だったりを当てやすいっていうのが一つですね。で、もう一つは、相手に銃口を読まれにくいことですね。変形メインの軌道を読まれにくいことです。はい、自分が変形機と対面していて、変形の曲げ打ちをされるなって思ったとき、どこを意識してますかね？とか、何を意識してますかね？これは、相手の変形機の銃口を見ています。例えば、ゼータガンダムはこうやって今右向いてたじゃないですか。そしたら右から変形メインが来る。まあ、相手から見ると左から変形メインが来る。っていうのをね、予想した上で、じゃあこっちにブースト踏もう、こっちにステップ踏もうっていうのがあるんですけど、このね、うねりをしていると、結構ね、わかりにくいんですよね。どこに打ってくるか。左右だけでなく上下だったりも、いろいろグニャグニャグニャって動くんで、相手が非常にこの変形メインの軌道、というかまあ、ゼータガンダムの銃口を読みづらいっていうのが一つメリットですね。すいません、続きます。はい、お次の変形中のうねりを使う場面として、まあこれは結構限定的なんですけど大事なことで、エクセリア戦の格闘 CS を避けるときですね。はい、ここ変形機を使うでね、これ非常に引っかかりやすいと。まあそういったときにどうやって避けるかっていうと、変形中の下降を使います。まあ要は下にうねらせるんですよ。これするだけで簡単に避けれます。まあここもそうなんですけど、要はちょっと下に潜って、あとは浮かないことですね。上昇を使わないこと、撃たれたときにね。はい、これ理由がなんでこんなに簡単に避けれるかっていうと、エクセリアの格闘 CS って自分から見て右左に出るっていうイメージが強いと思うんですけど、まあ間違ってないんですけど、これね、正確には自分のちょっと右上ちょっと左上に出るんですよ。なので要は完成ジャンプだったりとか、あとは変形中の上昇をかなり食われやすいっていうところでね、要は潜っちゃえばいいんですよ。下降で潜ってあげるとほぼほぼ確定で受けれます。今これね、多分覚えておいて損ないと思うんで、まあぜひ試してみてください。はいはい、じゃあそろそろね、ちょっと実況の方挟みながら移りましょう。はい、ここもうねりですね。ここも今加工の方使いました。はい、これまあ変形機共通なんですけど、下への射角が狭い変形機とかいるじゃん。まあメッサーラとかは下への射角が非常に広いんですけど、まあゼータもね、さほど広い方ではないんですよ。要は下にいる相手に誘導しないことが多いんですよね。まあ、そういった時に下に銃口を向けながら撃ってあげると、あんな感じで下にも強い誘導を打て、強い誘導を持って弾を撃てます。はいはい、といったところで、ここはちょっと相方に、相方のシードファンネルからこちら特角入れて、ラストは下角特角発生で勝利ですね。といった感じの2試合目でした。はいはい、まあこんな感じでね、うねりを使ってあげると、下にいる相手、上にいる相手にも当たるし、あとはまあエクセレアみたいなね、ああいうめんどくさい武装だったりも避けやすいと。はい、じゃあ3試合目、ちょっと変形メインと変形ハイメガについて喋ります。はい、続く3試合目ですね。じゃあここらは、変形中のメインの曲げ打ち、まあ皆さんが聞きたかったやつをね、喋っていこうかなと思います。はい、これは一般的に偏差打ちって呼ばれるやつで、相手の進行方向を読んで、まあここに来るだろうなっていうポイントに正確に弾を置いてあげる。まあこれだけなんですけど、これが非常に難しい。ぶっちゃけね、多分最初絶対できない。これ何が一番難しいかっていうと、まあ相手の進行方向を読むとかもあるんですけど、一番はいかに自分の思った位置に正確に変形メインを置けるか、これが非常に難しいんですよね。まあなんでね、これに関しては本当に反復が必要なんですよね。もう本当、変形メイン打ちまくって、あ、ここの角度ならここに置けるんだ。あ、じゃあここ次こうやってみようって感じで、ひたすら自分で試して感覚を補っていくっていうのがね、非常に重要になってきて、まあそういった上でね、最初にやることは、もうめっちゃ負けちゃっていいです。むちゃくちゃ負けちゃっていい。
こんな感じで、もう相手当たんねえだろこれっていうところに置いちゃってもいい。一番良くないのはビビって曲げないことなんですよね。最初はひたすら曲げて、あ、こんなもんがこんなもんがつって変形メインの性質を理解するのが一番大事なんで、もう本当に大雑把に曲げちゃっていいと思います。はい、といった感じで、それがね一つですね。で、ここ実はね、変形メインね、上下打ちってのがあるんですよ。これ、はい、これ今のね、変形中のうねり使ってるんですよね。まあ最初の方で、4試合目の最初で話すんですけど、実はね、変形メインはね、左右ではなく上下にも曲げることができます。じゃあラストいきましょう。はい、先ほどのラストの変形メイン、やけに落下しませんでしたが、もうシャゲのなぎなたみたいに。実はですね、あれ狙ってできることなんですよ。偶然じゃないんです、あれ。ゼータとか、あとライトニング、あと G メカとかかな、あそこら辺の変形メインの上下誘導がすごいいいキャラでしかできないテクニックなんですけど、非常にね、相手の着地、まあ落下とかを取る上で重宝するテクニックなんで、ぜひ覚えていってください。やり方としてはね、まあ上に曲げるんですよ。変形面に曲げるときって左右に曲げるじゃん。それと一緒で上に曲げる。あれかな、シャゲの投げなったとかイメージしてもらえると分かりやすいですね。シャゲの投げなったってさ、最初上に投げるじゃん、で下に落下するじゃん、一緒なんですよ。さっきのとこ見返してもらえれば分かりやすいんですけど、ゼータのね、変形面一回上に曲げてるんですよ。そうするとああやって強い落下を生み出せるんですよね。はい、これは覚えておいて損ないと思います。特に相手がね、例えば完成ジャンプして落下するときに非常に刺さりやすいんで、まあそういったときにちょっと銃口を上にピッて曲げてピュッて打ってあげるとポンって落ちます。擬音だらけ。はい、ちなみにね、これ上下の曲げ打ちって言ったんですけど、下から上に曲げることも一応できます。ただね、これはあれかな、 G メカとかでしか使わないのかな。まあゼータも時々使うんですけど、結構 G メカとかで見かけますね。まあ要は上にの相手に打つときに上に曲げちゃうと、あんまり強い曲がりを生み出せないんですよね。まあなんでそういったと、あ、ちなみに今のところもちょっと一瞬銃口上に上げたかな、で下に落としたって感じなんですけど、はいはい。まああとね、下から上に打つときは銃口変えないで打つ。そうすると変形面が勝手に上にボンっていくんで、はい、といった感じで、まあちょっと長々と解説しちゃいましたが、ゼータの動画でした。エンディングいきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、ゼータガンダムの解説動画。ちょっとね、最後閉まらなくて申し訳ない。違うんですよ、喋りたいことが多かったんですよね、今回の動画本当に。で、まだ喋りたいことの5割も喋れてなかったんで、まあまたね、どんどん解説動画、まあゼータガンダム限定だけどしていきたいなと思ってますね。まあゴトラタンだったりの解説もあるけど、一応やっぱり環境機の解説が一番やっぱみんな見たいだろうから、ゴトラタンの解説聞いても、うーんみたいな、なんか知っても知らなくてもどっちでもええやみたいな感じだと思うから、やっぱりそう思うと、ゼータガンダム変形機のテクニックとして応用も効くから、他の変形機乗る上でもね、やっぱり解説した方がいいかなと思って、まあ、あとは単純に俺が本当最近ゼータガンダム一択でやってたんで、まあかなり喋りたいことが増えてきたから、まあ今回こういう場を設けました。いや、てかね、違うんですよ。まあ俺が日本語下手くそだから端的にまとめられてないっていうのも一つあるんですけど、もう一つ原因として、今回のゼータガンダム、隣の相方誰でした？そうなんです。ガエンなんですよ。そりゃ、試合スピードクソ速いんすよ。で、試合スピードクソ速いと解説の時間ないんですよ。おい、ガエン！でも、なんで彼を相方にしたんだろう、俺は。解説動画、もうちょい、ガエンがあんだけロック取るってくれるからね、割とこっちも変形面曲げやすいっていうか、はいはい、まあそんな感じで、はい。でね、あとね、喋りたいこととしてね、まあ今回の変形メインに関しても、まあ上下打ちまで喋れたのは良かったなーってのはあるんですけど、あとね、もう一つ打ち方っていうか、打ち方で言うといっぱいあるんですよ、変形メインって。まあ今回はその変形メインの曲げ打ちっていうところで大雑把に喋ったんですけど、まあ曲げ打ちにも種類があって、ただただ曲げるのと、あとは無理やりなんだろうな、元から銃口を向いてるものをそのままそこにポンって置くのと、相手と見合ってる状態で同じ方向にブーストと変形しててポンって置くのと、無理やり銃口をピッて変えてピッて打つのと、あともう一つ回し打ちっていうね、一回旋回してから打つ強い打ち方があるんですけど、それもまだ喋れてないし、もう一回やりたいですね。はい。で、あとは、あれかな、下角関連も喋りたいんだよね。下角からの突破合成、射撃合成で出る格闘。あれ、実はめちゃくちゃ強くて、あそこら辺も喋りたいし、なんなら、あれだな、ビームコンフューザー取ってきました。ビーコンの最速起爆だって今まで動画でちゃんと解説したことなかったし、まあ、ビーコンの使い方兼最速起爆の動画は撮ってきたんで、まあ、そこら辺も上げていこうかなって感じで、ゼータはね、非常に奥が深い。
非常に奥が深いです。はい。であとはね、メインのリレー打ち、まあ、これは昔からあるテクニックだけど、そこら辺も喋りたいし、もう喋りたいことだらけなんですよ。はい。あのキャラね、結構テクニック詰まってるんですよね、脳死でやってるように見えて。はい。なんでね、そこら辺どんどん喋っていけたらなと思います。はい、おしゃれでございました。で、次回が、とりあえずちょっとね、めちゃくちゃ早いスパンで多分ビーコンの最速起爆上がると思うんで、まあ、そちらお楽しみにっていうのと、あと俺のダブルゼータの25ダブゼの動画と、あとは眉毛のビダールの動画があるから、まあ多分次俺のダブゼかな、25ダブゼ上げて眉毛のビダール上げて、まあビーコン最速起爆か、はたまた新しいのと言ってくるかって感じですね。はい、といった感じでご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみに。バイバイ。Thank you.